皆さんこんにちは、安藤です。そして久しぶりの夫ちゃんでございます。あれ、え、何言うとしよう。 あんたたちから始まると思ってる。挨拶、あんたたち安藤。2022年秋島村安藤コレクションのコーナーでございます。2021冬は、夫ちゃんに選んでもらったんですよね。でも今回2022年秋は、私が本気で島村で、島村の秋の新作を選んでまいりまして、それを夫ちゃんに採点してもらうこととなりました。採点。採点です、はい。本気で採点してくださいね。はい。この動画を視聴してる皆さんもね、そのコメント欄の方に何点何点って書いてくださっても結構ですよ。うん。でも忖度という言葉がありましてね、世の中にはね、忖度という美しい言葉があるんですね。よかったら忖度していただいても結構なんですよ。私だって一生懸命島村で選んだからね。まあでもね、夫ちゃんは忖度なしで私の今日のコーディネートを、真剣コーディネートを採点してくださいね。はい。夫ちゃんでもね、うん、日本にはね、忖度という美しい言葉。安藤。それでは島村1万円チャレンジ2022年秋第1弾のコーディネートはこちらでございます。はい、ではプレゼンタイムでございます。こちらのトップスはですね、ロイヤルブルーというお色でございます。皆さんわかりますか？ロイヤルブルーですよ。普通のブルーじゃございません。ロイヤルなんでございます。私ね、この色が大好きでございましてね、このロイヤルブルーにね、何の色を合わせたかと言いますと、こちらです。パンツはこれです。カーキ色なんですね。ロイヤルブルーにカーキ色ってなかなかね、珍しい組み合わせなんじゃないかな。でもね、合うんじゃないかなと信じまして、私はこの色を合わせました。結構いいでしょ、ほら。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 そしてまあ、このね、レイヤードはまあ定番ですね。最近、はい、流行ってますよね。ずっとレイヤード、レイヤード。ロイヤルブルーのトップスに、レイヤードに、カーキのパンツ。そして、とどめはですね、こちらです。ホーキンスのね、スニーカー。これはね、手持ちのやつなんですよ。テーマは秋の行楽なんです、秋の行楽。秋と言ったらね、お出かけよくするでしょ？バッグも手持ちなんですけれども、これね、スマホケースなんですよ。ここにスマホが入りまして、これね、この上から操作できるんですよ、こうやって。ね、これは、アマゾンで買ったんですけど、ほら、安物だから、ビロビロビロ。このトータルコーディネート、秋の行楽。エントリーナンバー1、秋の行楽。安藤の秋の行楽コーディネートはいかがでしたでしょうか？では、夫ちゃんに採点していただきたいと思います。スマホケースもいいし、この、靴だって可愛いよね。そしてほら、ロイヤルブルーだし、そしてカーキのパンツとロイヤルブルーっていう合わせ方も斬新なんじゃないかな。ここら辺点数高いんじゃないかなと私思ってるんですね。そういう感じで、夫ちゃん、では、採点お願いいたします。75点。お！どっちを当てていくか。お！100点中75点。100点中75点。私的には90点ぐらいいくと思ったんですけどね。その斬新な色合いっていうのが、ちょっと上級すぎてついていかれない。あ、上級すぎてついてこれない。あとは、ズボンの生地が。ズボンの生地？うん。生地まで。パツパツすぎるから。あー。太ってるって面白い。それは服うんぬじゃなくて、太ってることに文句をつけ。安藤75点。安藤秋の行楽は75点ということでございました。皆さんもぜひね、何点かつけてくださいね。75点。何回も言われると、なんか腹立つな。何回も言われると、75点って高いんじゃないの。私100点を目指す人間なんで。安藤。私いつもこういったストンとしたワンピースって選ばないんですよ。ワンピースって言うんですかね、これね。
このこういうね、ストンとしたやつ着てると、妊婦に間違われんじゃないかなっていうなんか、年齢的にね、間違えられることってあんまりないんだけども、こういったストンっていうのはちょっと怖いんですよね。だから、敬遠してたんです。でも、今回勇気を出してみました。一つ難点がありまして、私、もともと肩幅が大きいのに、余計でかくなってません？これ、華奢な子が着たら似合うんですよけども、なんか、私が着るとなんか、鬼は外福は内の時に着てるなんかあれっぽくない？わかる？福は内鬼は外これね、ワンポイントがあるんです。普通のロンティーに見えるでしょ？違うんですよ。ほら。アイアンマン、キャプテンアメリカ。スパイダーマン、ソウ、ハルクっていうね、アベンジャーズのキャラクターのシャツなんですよね。大人可愛いかなと思いまして選びました。島村さん、いいセンスのシャツ出してますね。マーベル。アンド。それで、この赤いスニーカーも気に入ってるんですけど、今回いつも履かないような靴下と靴に目が行ったんですよ、島村で。この服にきっと合うんじゃないかなと思って買ったんですけども、いつもなら絶対選ばないデザインなんですよ。それがこの靴下と靴でございます。これなんですけれども、ほら、見てください。このアバンギャルドな花柄ソックスと、そしてローファーですね。ヒールがあまりない。これをね、今のワンピースに合わせたら可愛いんじゃないかなと思ってるんです。思ってるだけです。なんか、あんまり合ってないね。なんか、あんまり合ってない気もする。この靴下、可愛いんだけどなんか合ってない気がする。アンドコーディネート第2、名前をつけるとするならもうすでに自分でも失敗だと分かっているコーディネートでございます。それタイトル？それがタイトル。いや、私は好きなんだよ。好きなんだけども、ちょっと難点が多すぎたかな。うん、特にあの靴下と靴合ってないんじゃない？靴下は可愛いんだけど、靴が合ってなかったかな？ちょっとわかんないんですけども、そこはね。では、おとちゃんの採点をお願いいたします。では、一番最初、帽子をかぶっていなくて、赤いバッシュの時のバージョンでしたら何点でしょうか？はい、どうぞ。85点。お、うん、赤いバッシュのバージョンは可愛かったよね。そうそう、うん、普段着いひん服やったけど。そうなんですよ。あれ意外に似合う。意外に似合う、うん、あ、そう。色合いとか、これ色は似合うやんか。でも意外にこの服の感じも全然着いひん。ではですね、次は黄色い靴下と、靴と帽子をかぶった、うん、2パターン目のバージョンは何点だったでしょうか？45点。おお下がったね。あ、うん、帽子なくしたら40点、うん、帽子かぶったら45点。帽子はすごい似合う。だから最初のやつ85点やったやろ、うんうん、85点のやつに帽子かぶったら90点。あ、それ映ったら45点。これか、俺や。この靴下と靴がダメ。ダメ。ババ臭い。なんか合えへん。この服に合わない。合わない。柄入ってたし。その柄がいいと思ったんだけど、その柄がダメだった。この服にはちょっとダメやった。なんだったら合うんだろう。皆さんなんか考えてもらえませんか？黄色い靴下気に入ってるんですよ、私。何に合うかな、この黄色い靴下とこのローファーは。ぜひ教えてください。アンド。はい、ではですね、今回のファッションのポイントはですね、これです。このベリー色、ベリーって言うのかな、これ。何色っていうの、これ。何色っていうの、これ。ワインレッド。ワインレッドというか、ワインベリーというか、なんかワインレッドよりもうちょっとベリー色足してる感じよね。このね、トップスが着たかったんですよ。でも島村でね、セールで売ってたんですよね。今の時期セールで売ってるっていうことは多分夏物なかもしれない。でも秋っぽい色でしょ。ボルドーに近いのかな。すごいいい色でしょ、これ。これをね、着たかったんですよ。ブラックとホワイトのチェックなんですけども、どれを合わせてもこれが一番垢抜けてたんですよ。だから私的にはすごい気に入ってるコーディネートですね。そして靴は、ゴアブーツっていうんですか？でございます。これもね、まあ、家にあるものをなんか合わせたら、これかなと思っただけなんですけども。アンド。最後のコーディネートになりました。このベリー色のトップスと、ブロックチェックのスカートのコーディネートいかがだったでしょうか？皆さんは何点もらえるかな？では今から、夫ちゃんに何点いただけるのか聞いてみたいと思います。
おつちゃんどうぞ。これは何点でしょうか。90。おー、いや、もう100かな。マジで？うん。似合う。似合う。似合う。あら。色似合うね。色。これ似合うよね。似合う。自分の中でもこれちょっと似合ってんじゃないかなと思ってんですけども。うん、肌色の写りも良くなるんですよね、うん、これ。まあ、今日見てきた中では、やっぱり。今日見てきた中では。一番いい。あの黄色いくくずしたふざけんなみたいな感じ。あれは違うけど。うん。これ良かった。これは良かったね。確かに秋っぽいかもしれへん。うん、まあ、色が好きなのと、うんうん、上の、うん、で下もなんか、ね、なんかこのボタンもまたちょっとこれ、ね、ワンポイントがあって、このね、あの真ん中のね、真ん中のボタンがちょっとあの、うん、クラシカルな感じになるんですよね。あのちょっとレトロっぽいというか、うん、何もないただのスカートっていうよりこれがボタンがね、ボタンがあるのと、なんかここもちょうど切れ目がなんかいい感じ、うん、ここのここだけ切り替えがね。100点いただきました。ありがとうございます。今回あの真剣に選んだんですけれどもね、うん、ちなみに、はい、3着全部いくらやったん。全部これね、動画の中に一つ一つあの金額は入れてると思うんですけども、靴と靴下はあのまああの衝動的に買ったので、それはまあ置いといて1万円ほどです。3コーディネート分で1万円です。すごいいい買い物でしたね。よかった。この秋はこの服を着倒したいと思います。黄色い靴下とあの靴のちょっと利用法はちょっと考えますけれども、あれはまたあの、うん、コメントでもし教えてもらったら、そうね、そうね、皆さん教えていただければ、あの音ちゃんがあの心底毛嫌いしているあの黄色い靴下たちをなんとか助けてあげてください。ではまた皆さん数ヶ月後に冬のコーディネートでお会いしましょう。あんたたちまた見てね。アンド